吉原の正装姿吉原金次郎から1937年2月2日は、明治後半から昭和にかけての日本の皇位戦勝者。吉原将軍、吉原天皇、吉原帝とも呼ばれる。また、葦の字を、葦として、葦原金次郎、葦元将軍とされる場合もある。読みは、旧仮名遣いでは、葦原と表記されるが、発音は、葦原である。高岡藩士の三男として、加賀国金沢に生まれ、埼玉県深谷で、櫛職人として働いていたが、24歳頃に古代妄想症を発病した。病名については、創病の古代妄想、分裂病の古代妄想、あるいは、梅毒から来る進行麻痺の古代妄想など、医師によって診断が分かれる。1882年に、明治天皇への直訴未遂事件を起こし、東京普天教院へ入院した。数度の脱走を繰り返した後1885年に再入院。彼の古代妄想は日露戦争の戦勝とともに肥大化し、いつしか将軍を自称するようになった。さらに昭和の頃には天皇を自称するようになった。1919年に松沢病院へと病院名解消後も入院を続け、以後1937年に88歳で亡くなるまで、松沢病院で過ごした。墓所は世田谷区の豪徳寺にあったが、無縁となり整理されている。戒名は、至り天院興風、檀元古寺。円筒形の墓石には、戒名とともに、自称あわら将軍として56年の生涯を享、姓として、院の内外に、名物男として知られと彫り込まれている。後半生を過ごした、府立、松沢病院に来る。新聞記者や見物人に直言を乱発しては売りつけたりした。乃木希典との会見や伊藤博文に金を無心して無視されたこともある。また、明治天皇が巡幸した際に、やあ、兄貴と声をかけたこともある。日露戦争時、相撲取りの部隊を出して、ロシア軍の統治下を破壊せよと発言するなど、奇強かつ過激な言動は、格好のゴシップとなった。ありがとうございます。